黒川茜、高校2年生、役所です。うわ、出た。え、知り合い？まあね。アクアです。なんかめっちゃ緊張するわ。みんな、よろしくね。いや、誰？誇張か。しばらく番組を一緒にして打ち解けてくると、各々のキャラクターが見えてきた。アクアさん、買い飲み焼けましたよ。黒川さん、さっきから全然食ってないだろ。最初はよく焦がして怒られましたが、今では上手に焼けるようになったんです。どこまでリスクを取れるかで選択肢が変わってくるっていうか。何も考えたくない。じゃない。アクア君、なんで。バカ野郎か。ちょっと君たち、危ないでしょ、あんなところに。何してんのさ。アカネ。アカネ、お前これからどうしたい。どうって。黒川アカネって本名さらして活動してるんだ。助けてもらって、でもこんなことになっちゃって。続ける。このままやめたくない。わかった。そういう歯切れの悪い言い方になるのは、炎上に完全な解決はないからだ。これからはさ、アカネもちょっとキャラつけた方がいいんじゃない。何かしら演じてたらその役が鎧になる。素の自分を晒しても傷つくだけ。アクタンも何重に演じてるもんね。もう少し奥底見せてくれてもいいんだよ。断る。でもどんな役演じればいいんだろう。アクタンはどういう女が好み。理想の女性像を教えてあげてよ。顔のいい女。うわ、最悪。難しいこと言うな。でもあれかな、 B 小町の愛みたいな。いや、まあ大体合ってる。ああ、こういう系好きなんだ。アクア君の好みの女の子、やってみるね。クワを落とせ。あれは天性のものだ。皆さん、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。よろしくお願いします。行くぞ。そうだね、アクア。眠いんだよね。あ、もうカメラ回ってる？それらを完璧に演じきる天性のセンス。リアリティ商売する性格じゃなかったみたいだけど、役者としては天才と呼ぶしかない。あ、幽霊とか見たような顔して。いや。え？何が？アカネ、なんか雰囲気変わった。ユキはこういう私嫌い。アクア、今日は一緒にいようよ。うん。一瞬で持っていった。聞いたよ、あの動画。嬉しかったな。ありがとう、アクア。ねえ、アクタン。今考え事してる。それくらいいいじゃん、撮ってあげなよ。うん。ほら、アカネにだけなんか素直。ほらほら、好きなんか。こういうアカネが好きなんか。マジでやめろ。ガチじゃん。どうするどうする。どうしたらいいのかな。あ、いつものアカネに戻っちゃった。面白くなってきた。面白くない。自分の感情に整理がついた。俺は黒川アカネに星の愛の幻影を見てるだけ。アクア君の言う通りのキャラ付けしたら人気も出て、まるで夢を、本物を見てるみたいだった。いろいろ勝手な設定とか足しちゃってるし、例えば愛には実は隠し子がいるとか。だとしたらいろんな感情のラインに整合性が取れるし、何を考えてどういう人格なのか。愛の思考パターンってどれくらいわかるんだ。どういう生き方をしてきて、多分大体わかると思うけど。俺たちはあくまで仕事上の付き合い。番組が終わったら
関わることはなくなるだろう。黒川茜は使える。ここで手放すわけにはいかない。マジ最悪、死んじゃえばか。で、早速聞いていいかな。最後のキス、本当に付き合うの？どうなるの？あのさ、アクア君、これからどうする？あれは放送されたわけだから。私たちの交際って、それとも？いや、別に仕事とかじゃ。アクア君は私のこと、いや、わかるよ、それくらい。付き合うってのも仕事の延長線上に捉えてる。俺は茜に、これは嘘じゃない。まあいいか、一番言われて嬉しい言葉でもあるから。じゃあお仕事として彼氏彼女しようね。こんな感じでいいかな。とりあえずこれでファン向け彼氏彼女のアリバイは作れた。私はさや姫役でオファー来てて、アクアは陶器役でしょ。二人は恋人の役。陶器の相棒キャラ、剣か。誰になるんだろうね。私よ。有馬と知り合いだったのか。まあ仲良くやれよ。できないよ。でも今は負けない。関根の恨みを晴らすチャンスがやっと来た。負けないぞ。